11月26日日曜日、今回のプログラムで自分の課題を浮き彫りにして、レベルの高いところで自分の最大限のパフォーマンスを発揮できるように頑張ります。選んでもらえたからには僕失うもんがないので、もう1秒1秒もう死ぬ気で取り組んでいきたいかなと思ってます。ドイツは日本とは言語や文化が違うけれど、そこに適応しながらチームの人ともコミュニケーションをしっかりとっていい関係を作れるように頑張っていきたいです。海外を早く志す選手が増えていく中で、今日本サッカー協会が提供できている環境っていうのは日本代表活動のみ、基本的には日本人スタッフに守られて、で日本語しか使わない環境 でこれってじゃああんまり海外経験になってないよねっていう話の中で、今回そのグローバルカンパニーであるアディアスさんとコラボレートさせていただく中で、我々にない例えばアディアスさんがサポートするクラブとの連携だったりとか、アディアスさんの方としても興味をいただけている中で、実現することができたというのが経緯です。はい、できる限りのコミュニケーションを取って、で自分がいればどこにも潰してシュートを出せずに無失点で終われるっていうような選手に成長できるように頑張っていきたいと思います。1分とか1秒とかを大切にして取り組みたいなと思います。練習のための練習ではなくて、常に試合のための練習を心がけていきたいなと思います。今日もう本当に全然できなかったんで、ただそれが悔しいっていうか、でもなんかレベルの差を体感できて、もっともっとなんか上手くなれるなっていう、自分を高めてくれそうなもう上のやつらっていうので、すごいなんかすごい感激したっていうか。自分の今日の練習で見えた課題は、自分より体の大きい相手や強い相手と戦う時に、体の当て方や、準備の速さ、足の出し方など工夫して、自分より体の大きい相手でも球際のとこで負けず自分がボールを奪えるようにしていきたいです。今日の練習はゲームをやったんですけど、ボール入ってからの判断が遅くて、つっつかれたりボールを取られたり、そういった面で今日本当に自分の良さが全く出せなかったなっていうのもあるんですけど、やっぱそういう中でも攻撃がダメなら今日は守備を頑張ろうとか、そういうのも少し欠けていたのかなっていうふうに感じます。練習の説明をしてくれるんですけど、理解ができてないとやっぱ練習にもついていけなかったですし、ボールを持ってやっぱ考えちゃう場面が結構多かったので、やっぱもっと自分の得意なものを出していかないといけないなっていうのが今日の反省です。自分の最大限の力を出せば、遜色なくプレーできるし、毎日毎日同じクオリティでやらなきゃバイエルの選手たちには劣る部分もあったんで、毎日高いクオリティでプレーするっていうのはすごく難しいなっていうふうに感じました。よく言われるインテンシティの違い、そのプレーのギャップが生まれてるのかなと思います。そういう、彼らにとって普段起こり得ないエラーが起きてるっていうのは、一つ彼らにとってはすごくいい経験値になってるのかなと思います。はい、バイエルンはDas Gefühl, dass man sein Trikot verteidigen muss. Das ist eine Verpflichtung und ein Privileg, hier Fußball zu spielen. Dieses Thema mit Verpflichtung bedeutet, dass ich auf dem Platz jederzeit bereit oder immer bereit sein muss, alles zu investieren. Für mich selbst, für meine Jungs drumherum und damit ich dabei bleiben darf. Und wenn das ein Spieler verstanden hat, dann ist er auch für den Profibereich bereit. 日本も海外サッカーに追いつこうとしていると思うんですけど、けれどバイエルンは規模とかはもう明らかに違うんだなっていうのが見学して分かりました。日本とは違ってサッカーに対する熱とか思いがこっちのが上なのかなって思いました。Also die Infrastruktur ist unfassbar. Also die Rahmenbedingungen sind riesig, so wie der Club auch riesig ist. Wir können natürlich hier noch mal viel, viel intensiver individualisieren.Durch das Skills Lab, durch das LSK-Training, das vielleicht bei anderen Vereinen nicht so gegeben ist. Das gilt es halt am Ende des Tages auch zu nutzen, damit man die Ressourcen ausschöpft und damit man die Potenziale der Spieler natürlich auch zu 100% ausschöpfen kann. Und, Dankeschön. Danke. Danke. Danke.
日本人だから遠慮しがちみたいなのをなくしていこうかなと思ってプレーしました。こうがっつり当たりに行ったりとか、まあ、球際の部分でも相手より先に早く触ったりとか、そういった力強さの、自分の守備の強さを見せれる、まあ、機会が多くあったので、まあ、自分の強みを、まあ、うまく出せたかなと思います。すごく今自信につながっています。今日は仲間の選手に後ろに選手がいるようだとか横にいるっていう声かけをしながら、自分今日センターバックやってたんですけど、自分が一番広く守備範囲を守れたと思うので、そこは昨日より成長したとこかなと思いました。どうやって体入れたら取れるのかなみたいなのを意識してやって、いい守備ができたので良かったです。自分が点を取った時、チームメイトがハイタッチに来てくれたり、自分の名前を聞きに来てくれたりと、結果を出すとチームメイトも自分のことを認めてくれるんだなというのを感じました。僕はなんかドイツとかヨーロッパで活躍するにはもっとどういうところを伸ばしていけばいいですか？ Das kann man einfach verbessern, wenn man trainiert. Das wird besser. Selbst wenn ich keinen Bock habe und es mache, wird es auch besser. So, und dann wird sich das Ganze auch auszahlen. Ja, und wenn in dem Topf rührt,So, dann wird das fest und ich glaube, dann wird da auf dem Platz jemand sein, der ein Spiel auch dominieren kann. Have a good time, eh? 自分の良さである、まあ、得点への嗅覚っていうのは、味方がシュート打ったこぼれとかは、まあ、今日も反応できて得点が決められたので良かったなと思います。まあ、今日では声の大きさとかコーチングもよくできていたし、球際の部分ではほぼ1回も負けていなかったと思うので、まあ、そういったフィジカル面とかコーチング力とか、まあ、徐々にですが、本当レベルアップっていうか上達していってる。この経験をしっかりとこう思い出しながら、勇気を持ってそういう世界に飛び出すっていうチャレンジをしてもらえると、より日本のサッカーがさらに発展していったり、まあ、いい循環ができるのかなと思うので、こういった経験を自信を持って生かしていっていただきたいなと思います。まあ、日本帰ってもそうだけど、個人の結果っていうところにこだわって、もっとアピールできるようにしっかりやっていきたいなっていうふうに思います。